静か。いい加減大人になってお見合いに出なさい。絶対に嫌。お父さんが持ってきたお見合い話は絶対に受けない。私は九条静香、24歳なのでもう立派な大人なのですが、絶賛反抗期中です。ああもう、なんでこんなに頑固になっちゃったかな。それはお父さんのせいですか。言っておくが、私がお見合い話から逃げているのは理由がある。私は交際結婚に関して両親に強い恨みがあった。話は私が6歳の頃に遡る。その頃私には好きな男の子がいた。アキラくん大好き。僕も大好きだよ。ねえアキラくん、私大きくなったらアキラくんのお嫁さんになりたい。え、僕でいいの？うん、アキラくんがいいよ。アキラくんは私が作ったおやつ何でも美味しいって食べてくれるし、寂しい時にいつもそばにいてくれるし、アキラくんと話すのが好きだし、それからとにかくいっぱい大好きだもん。ずっと一緒にいたいよ。あ、うん、僕もしずかちゃんとずっと一緒にいたい。アキラくんは私の初恋の人。近所に住んでいて、公園で一緒に遊んで仲良くなって好きになって結婚の約束までした。でも私が中学生になる前、私の初恋は無情にも親の手で砕かれた。どうやら私の父親は会社の偉い人だったらしい。突然私はアキラくんを見かけなくなった。ねえはるか、最近アキラくん見ないけどどうしたんだと思う？具合悪いのかな？お姉ちゃん知らないの？アキラくん引っ越したよ。え、なんで？何も聞いてないけど。だろうね、お父さんがお姉ちゃんに近づかないように圧力かけたみたいだから、言う暇なかったんじゃない？なんでなんでって、私たち大きくなったらいい会社の息子と結婚するんだよ。アキラくんみたいな貧乏な家の子と結婚できないから、今のうちに排除したんじゃない？そんな、ひどい。お父さんのこと絶対に許さない。そして私は絶対に親が決めた相手とは何が何でも結婚しないと心に誓ったのである。15歳になるとお見合い話が来るようになった。しかし私はあの手この手でお見合いをボイコット。逃げられなかったお見合いでも断固として結婚しない姿勢を示した。九条さん、俺は何度でも言うよ、君が好きだ、結婚してほしい。私は嫌です、結婚したくありません。どうしてなんだ、俺の何がいけないんだ。無駄に自信がありそうなところとか、何度断っても諦めてくれないしつこいところが嫌です。ガーン。アキラくんが貧乏って理由で私たちを引き離した両親を私は一生許さない。だから親の決めた相手と結婚するくらいなら一生独身でいた方がマシだと思っていた。もうアキラくんだってお姉ちゃんのこと忘れてるよ。そんなに頑固にならずにお見合いに行ったら。なんで親がたまたま無駄にお金持ちだっただけで普通に恋愛する権利を奪われなきゃいけないのよ。選ぶ権利はもらえてるじゃん。いきなりこの人と結婚しろって言われてるわけじゃないんだからいいと思わない？なんで遥はそんなに前向きなのよ。だって高収入のイケメンばっかりじゃん。選び放題とか最高でしょ。おかげでなかなか運命の一人を決められなくて、気がつけば20歳に。血を分けた姉妹とは思えないわね。その言葉そのまま返すよお姉ちゃん。もうアキラくんは私のことなんて忘れてる。そんな忘れられないくらいアキラくんが好きだったの？アキラくんと初めて会ったのはお父さんと喧嘩して家出した日だった。泣きながらフラフラ歩いて車にひかれそうになった私をアキラくんは助けてくれた。自分は膝を怪我したのに泣いている私の話をずっと聞いて慰めてくれたの。優しくて好きになった。それから一緒にいる日が増えたんだけど、すごく居心地が良かったんだ。まだ子供だったけど私たちは真剣だった。だからアキラくんを傷つけたお父さんのことは許せない。絶対に言うこと聞いてあげない。あっちゃーすっごい恨んでるな。わがままだってわかってる。でもこんな私と結婚したって相手の方に失礼になるだけだし、私は独り身でいた方が世のためよ。しかしそれからも私のお見合い話は途切れることを知らない。静か、また昨日お見合いから逃げたそうだな。いい加減にしなさい。もう、なんでお見合い断りまくってるのにお見合い話がなくならないのよ。どこから持ってきてるの？
静香があまりに断るから我こそはって人が続々来るんだよ。せめて会ってあげなさい。はあ、そんな変な自信がある人と結婚したくないわ。まったく、こうなったら強制連行だ。え、さあ早くお見合いの時間になってしまう。昨日静香が逃げたというのにお相手の男性は嫌な顔せず今日も来てくれてるんだぞ。失礼のないようにな。こら、おろしなさい。く、逃げられなかった。昨日来ていただけなかったので心配しました。今日はお会いできて嬉しいです。ああ、そうですか、すみません。私お見合いが大嫌いなもので逃げ出してしまいました。昨日逃げた時点で嫌われてるって察してほしいものよね。そんなにお見合いはお嫌いですか？ええ、親が選んだ中から選ぶなんて絶対に嫌ですから。私が好きになる方がその中にいると思いませんので。ああ、早く帰りたい。もしやどなたか好きな方が？そんなこと聞かれるのは初めてだわ。最近遥かとアキラ君の話をしたから恋しちゃってたオーラが出てたかしら。そうですね、好きな人がいました。でももう二度と会えないでしょ。なぜですか？私の父がその人にひどいことをしました。だからその人は父を、もしかしたら私のことも恨んでるかもしれません。私も父を恨んでるので父の言うことは聞きたくないんです。そうですか。なんかこの人質問してばっかりね。いつも間髪入れずに俺はって自分の話をする人ばっかりなのに。そんなに好きだったんですか、その人のこと？ええ、大好きでした。あんなに好きになれる人もう一生現れません。だからもう一生独身でいたいんです。つまりあなたにも興味がないわ。じゃあもしその人と会えたら、その人もあなたを好きだったら結婚したいですか？そうですね、そんなことがあったら結婚してもいいかもしれませんね。よかった。え、この人今なんて、あれ、この人アキラ君と顔が似ている。あの、失礼ですがお名前も聞かずにここに来てしまいました。お名前をお伺いしてもよろしいですか？やっぱり名前を確認してなかったんですね。さすがお見合い嫌いで有名なだけあるな。あれ、この笑顔。お久しぶりです静香ちゃん。俺、佐藤明です。あ、明くん？うん。嘘、本当に本当にあの明くん？はい、小学生の時静香ちゃんがこっそり部屋で飼っていたカマキリをお父さんが捨てちゃって怒った静香ちゃんが家出した時に出会ったアキラです。私が泣いたままフラフラしていて車にひかれそうになったのを助けてくれたアキラくん。その時の傷はもうほとんどなくなっちゃったけどね。本物だ。でもなんでアキラくんが私のお見合い相手に？私のお見合い相手みんないい会社の御曹司とかなんだけど。昔静香ちゃんのお父さんに言われたんだ、貧乏人に娘はやれないって。それで悔しくて起業して社長になった。え、それで静香ちゃんと結婚できるようになるかは分からなかったけど、家が貧乏なせいで好きな子と結婚できないのは悔しかったから頑張ったんだ。そして起業して成功してから静香ちゃんの噂を聞いて、もしかしたらチャンスがあるかもしれないと思ってお見合いを申し込んだ。明くん、私のことずっと思っててくれたの？思いって惹かれたら辛いけど、うん、ずっと忘れたことはなかった。君にふさわしい男になって迎えに来たよ。静香ちゃん。明くん、会いたかった。俺も会いたかった。何も言わずに引っ越しちゃってごめん。私の方こそお父さんがひどいことを言ってごめんね。大丈夫、お父さんは厳しいことを言ったけど俺と引き離したのは間違いじゃなかったと思ってる。え、静香は知らないと思うけど、うちの親そんなにいい親じゃなかったんだ。お酒の飲みすぎでもう亡くなったけど、静香とあのままずっと付き合っていたら静香の家に金を借りに行きそうな親だった。そうだったんだ。明君の親御さんのこと何も知らなかったけど、亡くなって大変だったよね。うん、貧乏脱却のためにバイトも勉強も頑張ってたから平気だった。お金の無駄遣いする親がいなくなって逆に余裕ができたくらい。静香ちゃんのお父さんのことを俺は恨んでない。
むしろ感謝している。あの時俺を焚きつけてくれなかったら、俺はきっと一生貧乏のままだった。アキラくん、昨日お見合いの前に静香ちゃんのお父さんと会ったんだ。俺のことを覚えていてくれて謝ってくれた。だから俺は逆に感謝してると伝えたよ。まさかそれでお父さんいつもより強引にここに連れてきたのかな。てかアキラくんだって分かってたなら言ってくれればいいのに。難しい親心ってやつじゃない？え、なんで？お見合い嫌いでなかなか結婚しなかった娘が今度こそ結婚しちゃうかもって思ったら寂しくなったのかもね。勝手な親ね。改めて聞くけど、俺と結婚してくれますか？はい、喜んで。それから私たちは私の25歳の誕生日に結婚式を挙げた。アキラくんの努力と私たちの一途な思いが奇跡を起こし、絶対にもう叶わないと思ってた初恋がハッピーエンドになった。長い年月離れ離れだった私たちはこれから今まで思い焦がれていた分までお互いを愛することだろう。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。